で、実際ね、そのソフィア魔女っていうのは、その女性のこ、女性のうち、そういうの、文学上のね、魔女。文学的に見て私は魔女じゃなきゃ困るわ、みたいな。ドキッとするでしょ。女子は基本そういうとこね、正直に敏感やから。あ、やっちゃった。私のことか。それで勇気がついた。ね。勇気がついたら、それでか、損失を加えるから、支払って。ね。それが千と千尋の神隠しの言いたかったこと、時間がなかったと。でしょ。じゃあ男性もそういう類型をね。顔なしとかその類型。じゃあ千と千尋の、お千とかね、千尋はどうだったかな。まあ、そこは別に語ってない。むしろ道化回しとして、そういう類型を千と、まあ、千尋が千になって観察する。へえ。あらららら。いう感じ。で、大事、お世話がごしごしやって。ね。でも、顔なしは、大丈夫、そんなことしなくていいよ、みたいな感じや。いいやろ。それは、変な人から連れてこまれて、連れてこられて仕事させられてるって。何？地球のこと？ 妖精の食べ物を食べたら、妖精の国でこき使われる。え、あれ、地球のこと？ あれ、地球の、あ、言うやんか、あの話。もう地球に来た限りは大丈夫。そんなしなくていいからって、うわーって暴れるんじゃなくて。ちゃんともう、阿弥陀瑠池？荒くなる池？ね。ちゃんとその、魔女なら魔女で、その、魔物じゃなくてね。とりあえず、まあ、糸紡ぎから始めなさいってことで、だから天皇もさせられてんだね、実は。天皇が自発的にやってんのちゃうで。天皇家はもともと顔なしみたいな暴れ方した家。それをああいうふうにしつけてきてん、実は。ちょっとずつね。帰られんのをどうするかやな。それは、最初来たのなる人一人やったはずやねん。その後、前の人が到着してん。そっから増えてんねん。あの二人が、大和民族の先祖やねん。まあ、奇妙な話でしょうけど、皆さんにとってはそうなの、実は。だからまだ、まあ、ちょうど来た時の二人が今おるわけやから、まあ、どうしようかなって思ってるのに。神社もな、どうしよう、今。このためにどうしてあげようかなって。っていうか、まあ、しんどいやろし、もう、がん最後に住んだらあかん。それは神社の進化も絵細いとるけど、基本ね、目パッチリしてる神社の進化。目の細い人は、まあ、カバネで言うたらお辻の人もおるやろし、斎藤なんか目細くてもお辻無事やし、ね、それとまあ、押して知るべしや。まあ、遠くてもお辻家の親戚や。だからって助かるとは限らんで、この後の時代の。それはそういうもんでしょ。神社やったら助かるっていう問題でもないやんか。で、男でも、ソドム類型がある言うてんねん。それも女を競わせる男って感じをね、よく神社の人ってあるけどね。まあ、セレブ世界観もそうだし。で、要するに競わせる。競わせて楽しむし。類型。自分は、俺も競争しねえ。あいつらを競わせてるだけで楽しいから。自分はのし上がったことはないんでしょ。上流階生まれながらに、ね。もう、親は競ったか、先祖は競ったか知らんけど、自分らは、親の財産を、他人を競わせることに使ってる。何かって、資本家とかのことや。そういう上流階級に過ぎない。上流階級であるから資産を持ってるに過ぎない資本家。それがソドム。っていう意味でもある。じゃあそんな勢いでしょ。まあ、ざっくり言うと、まあ、ボスザルっぽいけど、ボスザルは最初は頑張ってるでしょ。でも、たった一回でしょ。前のボスザルに勝っただけ。その後、サボり続けるね、ボスザルって。じゃあ、ボスザルを攻撃されないんですかって、メスザルたちが守る。ニホンザルかな。まあ、それはそれでほっとこうや。そういうシステムやったら、それ人間どうにしてもしゃあないし。な。メスザルが一人の男守るんか、まるで普段やん、それ。それに対する警鐘を鳴らしてんの。あのシステム人間に放り込んだらあかんで。女神カードなんで、なんか喜んで、それで女神カード使って自分を守ろうとする男の人なんです。ニホンザルで飽きるって。
人間でそれやったらソドムやんか。な？で、ゴモラってのは、ソドムを守るメス猿たちみたいなイメージもあるわな。それ人間に持ち込んであかんかったのにな、みたいな感じだけど。それで芸能界とかのファンな。スポーツとかのファンな。ただファンであるためのだけのファン。なんかもらえるんちゃうか、みたいな。ま、なんかその、エネルギーもらいに来ました。あれもゴモラやん。パワーもらいに来ました。あれもゴモラやん。ご利益だけください。ゴモラや。試練はいらないからご利益だけください。ゴモラや。たとえ試練を求めても、ああ、ソフィアが言ってたあの万能薬って。それもゴモラやねん、やっぱり。で、それ手に入れてどうなんねん。知りません、くずに。で、手に入れたから、まあ、大して聞かねえな。ソフィアが間違えるわけねえって言うのか。大概にしてくる宗教は。自分らが信じた宗教が間違ってたら困るんやろ。ごもらえな、そんなやつ。で、その教祖は、お前たちは優れてる。俺も最高級の何たるかの、何たるかの痛みでありとかな。自分は世界最高の痛みを持ってる、その痛みであり。それを守るお前たちは、守られるだろう、みたいな。そのそいつら守られてるんだって。そういう理系見なきゃよ。キリスト教がそれやから。参考資料がめっちゃでかいから見抜きやすいやろ。自分なんか信じてる宗教間違ってたら困んのよ。誰が信者がやろ。呼ぶ。その宗教信者であることを原資にして、資本にして、ソースにして、証拠にして、財産にして、そして人に対して偉い。情報を迫ってしまった。創価学会。ゴモラや。創価がソドム。学会がゴモラ。え、何と仕組まれてんの最初から。創価学会に集まるやつはソドムとゴモラやな。最初からその計画やの団体に作ったりと。怖いやろ。え、罠かけられたら死んじゃうの。な、クリエイターやな。いけない作とかの、あの絵の連中食えない奴らやな。歩いた時やな。まさに、地上、いけたやな。池田恒興。日本最高の軍師に池田恒興って言われてんのよ、本当は。そういった世界だ。みんなあまり知らんやろ。あ、怖い。